特別な才能があるわけでもない平凡な人間が努力して成功したとある物語。かつてのある小さな村に特別な才能も持たず平凡な青年がいました。彼の名はトーマス。トーマスは自分には何もないと嘆いていましたが、彼には人一倍強い意志と努力がありました。彼の物語は無数の困難に打ち勝ち努力を絶やさず成功へとたどり着く姿が人々の心を引きつけるものでした。トーマスは村の中でも特に貧しい家庭に生まれました。しかし彼はその運命に屈することなく日々努力を続けていました。彼は夜遅くまで学び、昼間は村の人たちの手伝いをして生活費を稼いでいました。ある日、村の外れにある古い図書館で科学と技術に関する書物に出会いました。その本には遠い昔に失われた古代の技術が記されていたのです。トーマスはその古代の技術を復活させることで村の人々の暮らしを豊かにしようと決意しました。彼は日夜研究に励み、徐々に古代の技術を理解し始めました。何度も失敗し挫折しそうになりましたが、彼は決して諦めませんでした。数年が経ち、ついにトーマスは古代の技術を再現することに成功しました。その技術を利用して村は豊かな農地へと変貌し、収穫が大幅に増えました。村人たちは彼に感謝し、彼の名は遠くの村にも広まりました。トーマスは特別な才能がなくても決して諦めずに努力を続けることで成功へとたどり着くことができるという希望を人々に与えました。彼の物語は世代を超えて語り継がれ、今もなお多くの人々に勇気と希望を与えています。この物語は特別な才能に恵まれていなくても努力と根気を持って目標に向かって進むことで成功をつかむことができるという普遍的なメッセージを伝えています。トーマスの成功は遠くの国々にまで届き、彼の名は広まっていきました。彼の勇敢さと努力を称えるため多くの人々が彼の故郷を訪れるようになり、その村は繁栄の道を歩み始めました。トーマスは単なる平凡な青年ではなく、たゆまぬ努力で夢を追い求める人々の象徴となりました。その後もトーマスは学び続け、古代の技術をさらに発展させました。彼はその知識を生かして新しい発明を生み出し、農業や医療、交通手段など様々な分野で革新を起こしました。やがて彼はその名声を背景に国の指導者たちと交流を持つようになりました。国王はトーマスの才能に感銘を受け、彼を側近に迎えることを決めました。トーマスは国王の助言者として国をより豊かで幸せなものにするための提案を行いました。彼の助言を受けた国王は国全体の発展のために新しい政策を打ち出し、国民の生活を向上させました。トーマスの物語は地道な努力がいかに大きな成果を生むことができるかを示しています。彼は平凡な人間が限界を超え困難に立ち向かい成功へと導く力を持っていることを証明しました。彼の生涯は多くの人々に勇気と希望を与え、自分自身の可能性を信じて挑戦し続けることの大切さを教えてくれます。そしてその物語は今も私たちに語り継がれており、数えきれないほどの人々がトーマスの精神を受け継いでいます。未来に向かって歩み続ける人類の歴史の中で、トーマスのような平凡な人々が努力し夢を追い求める姿は永遠の希望の光として輝き続けることでしょう。